はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88の琥珀館、琥珀館じゃない、いや琥珀色の遺言やっていきたいと思いますね。さて、また新たな証拠品が出てきましたが、あっちゃんのね、容疑者が、あらら、移動してるわこの人。ああ、帰ってきちゃったんだね。あ、いや、何とはどっくんと、何か分かったかなと、分かんない分かんない。自殺ね。で、A 子さん殺害。 A 子さんはナイフの柄の物で刺され、犯人と揉み合ってるうちに階段から落ちたようですね。揉み合ってるうちに階段から落ちたのか。A 子さんの腕がこんなことになるとはと。はい、次行きましょう。もう容疑者もだんだん絞れてきましたね。次誰が亡くなっちゃうんだろう。はい、証拠品ね。薬瓶。タツノさん、これは何の薬だと思いますかと。さあ、私には分からんよ。それが一体どうしたと言うんだね。あ、これはルイさんの方が知ってるのかも分かんないね。奥さんだからね。タツノさん、これをご存知ですかと。ノーコメントだね。証拠品がめちゃくちゃ、容疑者めちゃくちゃ減ってきてるんですけど、この電話誰かのものかご存知ですか。私は何も知らないか。証拠品めちゃくちゃ増えたね。じゃあ行きましょう。いや、もうこの後千恵子先生だわ。あら？今度は髪まで下ろしちゃったよ。どういうことこれ。ちょっとリバヒロさん、ちょっと教えてほしいわ。このゲームは、え、何？このゲーム18禁のゲームになるの？私は中庭に面した部屋の中に入って、これ絶対何かあるな。チーコは私の顔を見て優しく微笑んでいたと。髪まで下ろしちゃったよ。何のご用かしらと。はい、コータル殺害ね。トドさん、何か分かりましたなと。トドさん、ユウキさんは本当に自殺されたのでしょうか。執事の辰野さんがそうおっしゃってるようですけど。はい、アツオ殺害ね。アツオさんを殺した犯人は誰なのでしょう。エイコ殺害。事件について特にお話するようなことはないわと。はい、家族ね。思い当たりませんと。そういえば、影谷さんが亡くなる前ぐらいかな。奥様、なんだか寝不足。ああ、言ってたね。あやさん、最近よく外出されるようですね。いつも行き先を告げずに出ていくので、おたみさんが心配していましたものと。でも、まさか、としひこさんがお父様を。いや、それもありえないことではなさそうですね。どうやらとしひこさんにも真実を問いただす必要がありそうだ。これは来たね。みっちゃんね、終わったんだよね。東堂さん、みつさんは子供たちを連れてこの琥珀館から出ていきました。どうやって、あ、まあ、家が名家だから一応ね。実家に帰るのかな。荻原、じゃあ萩原君連れて。ということは、料亭だったから、今度はあれかな。板前さんになるのかな。貿易関係から。凛太郎君、お父さんを殺した3人がこの家の中にいると思っているようです。りえちゃんは2階の勉強室にいますわ。奥様は2階の お座敷にいらっしゃいますわ。トドさん、ケヌエさんがミツさんと一緒に出ていきました。リーチオさんもミツさんと一緒に出ていきました。ミツさんはあの子の健康心配して子に残るように言っていたのですけど、どうしてもついていくと言ってと。なんか悲しい話だね。一体誰がアツオさんを、エイコさんを殺した犯人は誰なのかしら。リンさんもお帰りになったわと。ヨシアキさんは書斎にいらっしゃいますわと。リンさんもちょっと話したかったね。ユキさんを殺した犯人は誰なのでしょうと。実は私、亡くなられた鍵谷さんから聞いたことがあるんですが、辞めさせたいと思ってたんですよね。東堂さん、キスケさんの姿が見えないのです。もしかしたらこの家出て行ってしまったのかしら。多分ね。黒橋さんが事件に何か関係あるんですか。確かにあの男が何かやっているようです。問い詰めて聞いてみる必要がありそうで、これでフラグ変わったかな。東堂さん、萩原さんが三津さんの後を追って出てきました。あ、そっか。一緒に出て行ったんじゃなくて、後を追って行ったのか。はい、特にお話するようなことは、梅さんについては私は、梅さん怪しいけどね、特にお話するようなことは何もありませんが、すみさんもね、あんだけ情報くれんだね。はい、ふみさん、髪切っちゃないね。もう、あの人はもうここ出ていきましたわ、と。特にお話するようなことは何もありませんわ、と。千恵子さんの話聞きましょう。
千恵子は何も言わず、ただ優しい微笑みを浮かべて私をじっと見つめていた。いや、もう、本当に22歳かい、この子。見えないんだけど。書斎に行きましょう。さあ、もうすっかり影が薄くなった。もうね、死亡報告人みたいな感じになっちゃった。吉明さんですけど。ちょっと千恵子さんにね、お株奪われちゃったね。まあ、メガネ外して、ね、彼がメガネ外して髪を下ろしたところで、髪かて下ろすほどないしね。さあ、聞いてみましょう。はい。あ、この人に証拠品見せるのはいいね。A 子さん殺害。今のところに特に話すような情報はないよと。右手に怪我をしていたからあまり抵抗できなかった。あ、アツオさん。あ、そうか、怪我してたね。ということは女性でもあり得るのか。A 子さんを刺したものは、そう大した刃物ではなさった。証拠品がないんだよね。結城さんが飲まされたストリキニーネか。証拠品だね。あ、もう、りんたろうくんの話が出てこなくなった。で、これ。この瓶の中に入っている薬は何なのだろうか。東堂君、この中に入っているものは、モルヒネという鎮痛剤だ。モルヒネの鎮痛作用は、アヘンの100倍も強いんだ。しかし、その使用には十分気をつけておかなければ、中毒症状を起こすこともあるの？モルヒネって、怪我した時とかに出るんじゃなかったでしたっけ？脳から。だから副作用なんかないと思ってましたけどね。あ、そうなんだね。確かプレデターでしたっけ？プレデターが地球に来る目的が、人からその快楽物質を吸収していくんじゃなかったでした？その人に麻薬、人を襲って麻薬を注入して、その時に出る快楽物質を注入していってませんでしたっけ？違う作品だったかな。プレデーターはとにかくひたすら戦えたらいいのか。わかんなくなっちゃった。モルヒネの慢性中毒は恐ろしいことに何年間も続くことがあるんだ。その摂取量によって、また衛生面や栄養面を好ましいものに保っていれば健康を保つことさえできるし。薬か。私は影谷義明の話を聞いて、薬のことを家族に聞いてみようと思った。ああ、家族というのは自分の家族じゃなくてね。影谷家のね。まあ、彼ね、義明さんは薬に詳しいので、はい。懐中時計。この懐中時計は外国製品だ。誰のものなのだ。おお、この時計の裏には名前が彫ってある。小太郎影谷。これはおじさんの時計だよ。あ、小太郎か。小太郎、あ、でもこれ英語、横文字だから小太郎になってんだね。それに1886の数字が書き込まれているよ。86年。これ1920年だよね、今。1920シリーズでここに書いてるし。なんかあったのかな？86年というと、日露戦争、日清戦争のどちらかの、日清戦争かな？どちらかの10年ぐらい前だね。なんか関係あるのかな？はい。宝石箱。この宝石箱はどうやらあやさんのものらしいと。そうなのか。しかし、どうしてそんなものが中庭に捨てられていたのかわからないな。捨てられてたという形になってたね。A 子さんのものらしいな。A 子さんのハンカチが自動車で見つかった。でも A 子さんもいないと。このブラックスが厚尾くんのものだって。そうか、それなら。いや、もう厚尾くんもね、あっちゃんもね、行っちゃったんでね。このダイヤの指輪ね。厚尾さんがこの指輪を、あのフランス人のお客に渡していたらしいんだ。すごいな、それはダイヤかい。一体そんなものをどうしたんだいと。そうだね、これもわかんないね。西洋コッパイ、これは例えば今回塔のカード、これについてエイコさんの話が出てこないね。で、これはちなみに萩原くんのカードだったかな。トド君、おじさんも、ああ、これ変わんないや。じゃあ、ちょっとまた回っていきましょうか。はい、広間にね、誰かいる？いませんね。いやー、またなんかいろいろ出てきてるからね、アイテムが。やっぱ、
うろちょろうろちょろしないといけませんね、これね。あら、移動してる？いや、してない？あれなんだね、と。あっちゃんがいたときは左にいて、あっちゃんが殺された後は右にいて、今度は左にいるんだね。これはね、これはまあ、この人かなり濃厚だから、英子さんは犯人について何か知っていたのかもしれませんね。もしかしたらそうなのかもしれないな。さあ、証拠品見せましょう。この薬瓶について何かご存知ありませんか？いや、私は何も知らないね、と。この時計について何かご存知ですか？これは懐かしいものだ。その時計は父が若い時に使っていたというものだ。父にとっては大切なものだったらしい。確か、厚尾が家出をする時にそれを持ち出していったとか言って、父が騒いでいたのを覚えてる。そうなんだね。はい。答えないね。まだか。しつこ男だな。私は何も知らないと言ってるだろうと。なかなか口はないね。で、真実を取り出しましょうか。表情が変わんないね。さっき変わったような気がしたんですけどね、だいぶ前に。これは口割らないな。証拠品ね、もう薬瓶。これまだだな。先に梅さんなんとかしないといけないのかな。お、全部喋らなくなっちゃった。あれ、全く喋らなくなっちゃった。もう一度、もう一周しましょう。もう一周って言っちゃった。で、西洋コッパへね、行きましょう。もうないよね。西洋コッパは一応以上かな。これは変わんないか。まだか。書生部屋もう何もないと思うんですけど、行ってみますね。何が出てくるか分かんないもんね。いやー、もう玄関来ちゃったか。じゃあちょっと自分の部屋戻ってみましょうか。いやー、なんだろうね。相関図だけちょっと見させてか。一応アイテム見ようか。なんとも、ルイさんに会えない。ルイさんどこ行ったんだ。これがね、中身はモルヒネ、所持者は不明。高太郎夫婦の部屋なので、ルイさんに会いたいんですよね。あと、懐中時計。厚尾のものになってんですね。ダイヤの指輪。これわかんないんですね。さあ、じゃあね、行きましょうか、引き続き。また、サダさん？サダさん何か知ってるかな。お、話が動いてる。と思ったんですけど、ちょっといい時間になっちゃったね。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。ちょっと2人をね、1分で手締まうのは無理だと思いました。すみません。